NHK 紅白歌合戦の視聴率が史上最低を更新しました。特に後半は落ち込みがひどく、前年から7ポイントも減少、34.3% を記録しました。北部九州地区では後半 30.1% と危うく 30% を切る寸前でした。この結果に民放のプロデューサーは、司会の涌田真由子アナは NHK 実力ナンバーワンですが、紅白のようなお祭り騒ぎ向きではない、また生オーケストラも惜しげもなく投入し、おかげでとても良質な音楽番組になってしまったと分析します。さらに男女に分かれて、赤勝て白勝てと無駄な応援合戦を繰り広げ、司会者たちが息を切らして舞台を駆け回る、皮肉なことにそれこそが紅白の魅力だったのですと指摘しています。デイリー新潮でした。